皆さんこんにちは。映画天才バカボン、よみがえるフランダースの犬のオリジナルキャラ、内閣情報局の神田です。本作はタイトルの通り、漫画家赤塚不二夫の代表作天才バカボンと名作アニメフランダースの犬による異色のコラボ作品。天使たちに導かれ天国に召されるはずだったネロとパトラッシュ、しかし実は彼らは人間たちへの復讐を誓い、自ら地獄へと向かっていったのです。ある日、世界征服を企む悪の組織インテリペリは、そんなネロとパトラッシュを地獄から蘇らせてしまいます。ここはどこ？閉店後のアップルストア。インテリペリの目的はなぜかバカボンのパパの本名を聞き出すこと。バカボン一家が世界の面を握っていると知った僕ら日本政府は彼らの護衛に当たるのですが、どうしてそんな座り方を？おっと、こりゃ間違えたのだ。近い近い近い、座卓の向こう側、座卓挟んで向かい合う。もうどう言えばいいんだよこの親子。バカボンもパパさんもふざけてばっかり、もう危機感ゼロですよ。そんな矢先、ネロとパトラッシュはバカボンの通う学校に潜入します。はじめまして、ベルギーという国から。ああ、ネロ君、教卓の絵には上がらんでもいいよ。ああ、失礼しました。ついにバカボン一家と接触したネロとパトラッシュ、狙われた一家の運命やいかに。さて、お待たせいたしました。ここで皆様に特別に映画本編の冒頭3分間をノーカットでお見せしちゃいます。オープニングはなんと現在ブレイク中のチームシャチホコが歌う天才バカボンに、大ヒット映画スタンドバイミードラえもんの八木隆一監督がおバカで超ハイテンションな映像を作ってくださいました。それではご覧ください、どうぞ。これからお話しするのは、あるバカ親子の物語。いえ、決して彼らを侮辱しているのではありません。尊敬と称賛を込めて、彼らをあえてそう呼ぶのです。今日も東から太陽が昇っていくのだ。彼らはとても叶うはずのない夢を追いかけました。そんな彼らを、人々はバカと笑いました。こら太陽、何度もお願いしているんだから、一回くらい西から登ってみるのだ。パパ、ご近所迷惑だからよしなさい。ごめんよママ、パパ僕のためにやってるんだ。どういうこと？朝っぱらから迷惑だよ。こっちはまだ寝てんだ。迷惑なのはこっちなのじゃ。わしが大声出してる時に勝手に寝てるんじゃないのだ。なんだと？でも私たちは気づくのです。エジソン、ライト兄弟、織田信長、坂本龍馬、歴史に名を残す多くの偉人が最初はバカにされていたことを。そう、人類の歴史は偉大なるバカが道を切り開いてきたことを。そして彼こそこの物語の主人公。あんた一体何様のつもりなんだ？わしはバカボンのパパなのだ。
から猫やなぎ。これでいいのだ、これでいいのだ。ボンボンバカボンバカボンボン、天才ただな。ボンボン。はい、終了。いや、大冒険を予感させる素晴らしいオープニングですよね。僕のナレーションもいい味出してたと思いませんか？思わない。あ、そうですか。映画天才バカボンよみがえるフランダースの犬は、子供から大人まで楽しめるバカ丸出しの大激突。映画館でぜひご覧ください。